タジアムの方でかかるんだけど、ラグビー場の方で。はい、たまってば、里親みたいな感じ。何だっけ、うん、あ、そうですか、なんとありがとうございます、すいません、彼女を見て走ってきました、ね、昨日寝たのですか、ね、そうなんですよ、昨日は、こんにちは、エリです、はい、どうもです、うちフィリピンから来たんです、どこ、フィリピンから来た、あ、そうなんだ、うん、ありがとうございます Thank you なんと、うちの学校で、うん、勝也さんのファンいっぱいいるよ、マジですか、うん、皆さんによろしくお伝えください、はい、たくさんほら向こうのさ美術大学って言ってるから、うん、調べたの、美術大学って言ってるから卒業したんだよ、はいはい、それでみんな調べてね、俺とこ行くぞ、あ、そうなんですね、今道具を取ってる、大丈夫ですよ、お名前は何、ヘリー、ヘリー、ヘリある、はい、はい、うん、で、オッケー、わあ、ありがとう、Thank you、あ、こっちもいいですか、うん、ありがとうございます。ありがとう。ピースやってもいいですか。ありがとう。どれもいいです。あ、なるほどね。どこでいいですか。縦がいい。でいいです。ありがとうございます。はい。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。はい。はい。あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。すみません。え、なんでなんで。はい。See you again? Yeah, see you again. 本当にそうだ。Don't be so small. びっくりした。なんか似てる人がいるなと思って。あれと思う。俺もなんか見たことある人。昨日会ったみたいな。Yes, yes. いろんな人いるな、これです。お疲れさんでした。お疲れ様です。ありがとうございます。今度。はい。はい。ゆっくり。お願いします。うん、今度は自分の、あの、本作も見てられるようにちょっと思ってくる。あ、これは面白い、知らない人だけど、これはあのフィリピンで、うん、へえ、自分で書いたやつ、うん、わお、うん、またね、またね、かわいい、またね、これね、うん、これ書いて、なんかね、パンとかね、あのビールとか、みんな出してくれて、うん、その代わりこういう大きな絵を描いて、あ、なるほど、なるほど、はいはいはい、200人ぐらい来て、へ、ピアノ弾いたりね、して、多分ピアノ弾いてしてたんで、いろいろそうらしいよ、俺は日本で聞いたんだけど、これは面白いですね、100万円くらい、あの、描いて、このフィリピンってね、家にこういう黒いアリいるんですよ、
だから日本人じゃ分からない、座ってたらこのあれがずーっと黒いあれはね、かじないから、はいはいはい、園芸がいいんだ。そうですよね。だから山の中の家なんかやったずーっと、俺知らなかった。そのままなんですね、じゃあね。だから大学のね、廊下にね、キャンバスの廊下がずーっと今のアリの描いてる。面白いですね。絵、ね、一番上手な人じゃないとその大学に描かせてもらえない。あ、そうなんですか。このアリのやつ、ずーっと。いや、彼女うまいですよね。10年間、うまい。ありがとう。ありがとう。何を撮ってんソネーカはイエス・エリ様。